どうもー横浜イグサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、それでは今日もね、実況対局ということで、オンライン語大会のね、一曲を見ていけたらと思うわけですけども、まあ、今回は二段同士の一戦というところで、大変ね、ハイレベルな一戦になりますので、ぜひともね、最後までご覧いただけたらと思います。さあ、今回は黒番が、いつ1273、そして白番が、両二ゼ20203というところでやってまいりましょう。 さあまずはね黒の一さんが3連戦仕掛けましたこれはまあ大好きだよとかねー打ったことあるよなんていう方もね多いんじゃないのかなというね1つの戦略ということでこれ3つね星が並んで3連戦というところになりますがさあこれに対してどのようにやっていくかこれ結構ね難しい嫌だなって思う方もいらっしゃるんですけどもまあ、これに対して、ね、3 3に行きましたねおこれは素晴らしい最新の戦法というところですねまあ、AI にかけるとどうやらね3連戦に対してもこの3 3が非常に有力ということのようですですののでこりりしっかりとね最新の不 事白番のね、えー、量さん研究してるんじゃないかなという感じがいたしますね。 ここでまた三 3, 3ですねこれなんかはねまあ一昔前であればもう怖くて打てませんでしたね、えー、3連戦に対して両方三 3, 3打ったらもう模様が大きくなりすぎちゃって、えー、これはもうさすがに勝てないよなんていう風にね、えー、ちょっと思われがちだったんですけどもこれも有力なようですねどうやらねそして黒の方、まあ、ただ黒も別に不満があるわけではありませんからまあ、両者ね納得の展開というところじゃないでしょうかまあ、右上右下ともにま三、あ、3, 3からの非常によくできる定石と言っていいんじゃないかなと思いますそしてまあ押し上げでこの場合もこれもね非常にいいですね、まあ 右辺をねある程度上げても、まあ、この後ねまね、あ、跳ねていけば一応自然な展開かなとで左側ね下辺が非常に大きくなるよということで、まあ、例えばこんな風にやっていけば えー何ですかね真っ白と右辺も大きいけど下辺も十分大きいんだぞというような展開になりますかねはい、えー、もちろんここで黒がねこんな風にこう模様さらにグーグーと広げてきたらこれもちろんこんな風にやっていくとねどんどん黒の幅が大きく見えるんですけどただ実際はねこれ重大な弱点が残ってますねこんな風に二段バネはいくら黒がここ強いからといって でえー、打つことができないんですね、まあ、なぜかと言いますとここね取れてはいるんですけどまだねちょっと危きがあるんですよこんな風に逃げて。でこれ隅のね、えー、2個をこれ助けたいわけですからこう打って、まあ、白3つを取るぞってや,やりたいんですけども、まあ、これにはもうグッと曲げておいていいでしょうね。曲げておきましてここで黒は抑えたいですけど抑えたら当たりしてこのように打てばここの4つを取ることができますね。 ですから、まあ、黒はこんな風にねちょっと抑えられないよということで緩めるとどん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 んもうこれぐいぐい入っていきましてですねまあ、この辺で押さえることはできますけどもこんな風に跳ねてれば、まあ、隅が取れれば白としては全く不満がない展開ですよというところになりますねはいですからまあ、2段バネとかのね、えー、頑張る手もありませんのでぐいぐいっと押すのは1つねおすすめの展開かなと思いますまあ、ただ実戦もノ、ねえー、覗きを決めてまあ、ふわふわっとねこの模様の真ん中に入る地点ということで、まあ、決してねあのー、すごく悪いよっていうほどではないんですがただ黒 としてもやっぱり今度はここはね非常にいいところになるわけですね次はねえー、こちらに打ちましてで次に何かえー、ここのねえー、まあ真ん中を逃げるとこの辺り来るとねちょっとこの石も窮屈なわけですねまあもちろん生きるんですけどちょっと下をズルズル這うのも嫌だしなというところになりますからまあ何かこの辺ねえー、白も受けるぐらいかなと思うんですけども例えばこんな風に打ってですねえー防止にしておくとえー、黒としてはね私だったらこんな風にねちょっと打ってみたいのかなという感じがいたしますねでこの入ってきた石を攻めつつまあ黒の理想として はもちろんこれをね取れればいいんですけどなかなかこういう石で、ね、取るとこまではいきませんのでなんかこの石がこうねこういうイメージでこうなんですかね逃げながら、えー、右辺をこう自然と4線のね結構位の高い陣にできればいいのかなと。でかつですね例えばこの周まだね生きてませんからはっきりはねあの逃がしながら、まあ、こんな風に打てばね白も生き形が自然とできてくるわけですけども、まあ、黒の理想としては。 まあこの石を攻めつつですね、例えばまあこんな感じでね、生きたよーってなればまたかかりからです、ねえー、右辺もしっかりと手堅い地にしたしその後また、ねえー、まあこういった石が外にも黒い石が来てますから、まあ、この石を。 活用してまた左辺側から中央にかけて新しい模様を作っていくぞと、まあ、模様が移動するような感じでこんなふうになるのが、ねまあ、黒としては非常に理想的な1つ展開なのかなということが言えますね。はいということでまあ実戦に戻りましょう、えー、実戦はですねこの後、まあこちら,、ね、そうだからしばらく、ね、双方ともずっとここがね打ちたい地点になります。 まあ白としてもまたこの後こう打つとね自然と連絡をすることができますので双方ともねこの後ここがしばらくいいとこだよっていうのは一つねまあこれからもちょっと言いませんけども思っといていただけたらと思いますはいそしてまあこのように一見バサミからのまあちょっとこのようにね定石でいきましたねはいで実戦このようにいきまして うんでここでね、そう実はここまでがね一つ定石と思っていただいて OK です。これね、皆さんもねよく見たことあるよーなんていうね定石だと思うんですけども、そう定石は実はここまで。ここでね、結構な確率でね、ここにそういて入れてしまいたくなるんですけども、ここではやっぱりもうね、あの別の視点。まあさっき言ったこれはもちろんいいところですけども、その他でももちろんねこういうところが閉まったりとか、えー、そういった手がね非常におすすめになります。というのも、まあ、ここ逃げ出しちょっと怖いようなんですけども、例えばですね、えーまあ、こういうふうに上に逃げてくる手はですね、 え、まあ、押し一回決めて、こんな風に連絡しておいてもですね。まあ、黒帰って、これ、お荷物ができちゃうんですね。この石、逃げようと思うと、白はもう下で十分逃げてますから。えー、この後、こんな石がね、こう、逃げようとすると、帰って、こう。攻められながらね。標的にされながら、左側、どんどん大きくなってしまいますから。まあ、こういった展開は、白としては、また怖くないぞ、ということが言えますね。まあ、黒としても、有力な狙いはこちら、というところになるんですけども。まあ、これに対してもですね。えー、もう、上の方、こう、押さえておいても。まあ、例えばね、こういうとこね、繋がられて、うわ、もう、せっかくね、取った。 つもりだったのに逃げられちゃったよってね思うかもしれませんけども、まあ、これは実はね基本的にはもう嫌じゃないと思ってくださいあの繋がられてしまったんですけども代わりに外側がねさらに強くなったりとかですねしまあこれもねそもそもまだこう何で言うんですかねもう一手打たないと本当に繋がってるとも言えないんですね、えー、というのもこれ例えば当たりして、まあ、その後放り込んで 当たりして、そう、これを助けて初めてつながったと言えるんですけどもただこれ助けると非常に薄いですねこれね、えー、例えばここ切りまして、ね、これ一目取ってくればですね当たりして。 ってもうこのように押さえてこれでこちらが逆に取られてますねこれこんな風になって当ててもドカーンと取ることができますねはいということでこれねまだ完全に助かってないんですねということは、まあ、どうしてもこれつながりね、えー、求めたいのであればこのあとんかこうとかねこうとか打たなきゃいけないんですけどもこれ後手でまあここちょっと荒らされたぐらいはねあのー、全然嫌ではありませんからまたこんな風ににごめんなさいね打っといて白、まあ、としては十分に満足のいく展開ということになりますね はい。というところなんで、まあ、このここまでで定石終了だから、まあ、手を抜くのが一般的かなというところで一つね、えー、知識として持っておいていただけるといいのかなというふうに思いますね。はい。で、実践このように行きまして、うん、ここ、付け伸び定石いいですね。 はいそしてこれね、えー、待望のここ打ちましてね、はいこれ非常にいいところでしたね。はいで、黒としても、まあ、このまま右辺囲ってると下辺のが大きいぞというところで入ってきましたね。うん、この感覚もね、正しいと思います。ちょっとこのままね、この幅で地になってしまって効率が良すぎますからね。はい、ということで飛び込んでいきました。さあ、ここで白ね、どうやっていくかというところになりますが、さあ、実戦はね、えー、こちらから当てたというところになりますが、これね、やはりね、さっきちょっとやった手を応用してですね、 ここまたやっぱ逃げてみたいなという感じがいたしますねさあこれ逃げるとやはりねここを押さえたいんですけどもここの曲がり具合があってね、うん、でこれも霧からいっちゃってこの1個逃げれませんよねなんでポンと取ることができますのでまあ実戦のですねここ当たりからつなぐよりもさらにここやっぱポン抜けるような形になるとより手厚くね進めることができるんじゃないのかなという感じがいたしますさあここで実戦このようになりまして はいつないで、えー、でまあ、ちょっとね右辺側の方、えー、囲いにいたようなイメージですかね。 さあここで、まあ、黒としてもね非常に悩ましい、えー、何が悩ましいかというとここの2個が要はね結局5はこの強いか弱いかっていうのが一番ね難しいんですけども、まあ、弱いと思えば弱い石からやっぱり打ちましょうと地を守ることよりも弱い石を守ることがね大体優先されますなのでこの場合も、まあ、私でしたら何か覗きぐらい打ってですね桂馬、えーまあ、こっち桂馬するか、まあ、こっち桂馬するかね、まあ、なるべくいきそうな形にしておけば黒としても無難な展開というところになりますねなので、まあ、白としては逆にねちょっと右辺側が 頑ってきたんで私でしたらこうね何か攻めて行ってみたいなという感じがしますねこれでまあ黒をちょっとまあ、どうやっていきますかというのも尋ねますしまあ、かつ生きてもですね大体こういうのは小さくなりますからまあ、とりあえず攻めてみたいという感じがしますねはいまあなんかこんな風に来てもですね押さえてまあ、このように来ても上側結構白もいますんでまあ、黒としてもかなり、えー、生きるのがね、えー、窮屈な形になってくるのかなという印象がありますね はいといととうことで、まあ、実戦は、まあ、あとここの地点がですね、まあ、右辺の地を守っているようなんですけどもねやはりこの右下の定石というのはねいつまでたってもこの2目ね結構うるさいんですよ。っていうのも例えば入っていくとこれ右辺こんなふうに打ってね地になれば結構大きいんですけどもこれやはりまだ逃げる筋がありますね。ここ逃げてでこれ取りたいですけども跳ね出すえここもねできれば切って取りたいですけども当たりつなぎ当たりと。 いうところでこれねあっという間にここの石がね2468個の石が取れちゃうわけですねはいというところでまあちょっとこれもねそうだから右辺もまだ守りきれてるというわけでもないわけですねはいで実戦に行きましょう実ここで黒がねつけたでこれは非常に素晴らしい手でしたねまあ、先ほどのみたいな守りもありますけどこうやってねえやはりここを守れば非常にいい手というところになります でこのツケっていうのは実戦でよくね現れやすいんですけどもここで白がねどう打つかというところで、えー、これね、えー、実戦はですねこのようにまあ進行していったわけですけれどもこれなかなか黒がね地をこうしっかりとつけながら生きることができたかなという印象なんですねなのでできればこのツケ、やっぱり基本的にはね取れるのでこんなふうに跳ね出して取ってみたいかなという印象がありますね。まあ、こううやっっててて跳ね出して取ってし取まう 一応やっぱ取れると、ですね、まあ、もちろん黒もこうね当たりとか利かして一気に来るわけですけども、まあ、取れるのはやっぱしっかり取っておくのねおすすめかなと思います。まあ、あとはこんな風に、えー、張っていってね、うん、それからこうやって取るような展開もありますね。まあ、こんな風になれば白としては実戦よりもはっきりと地が大きいですしこの後の黒の目っていうのもね実戦より作りにくくなりますので何かやっぱね跳ね跳まあどっち跳ねるか難しいんですけどもできれば跳ね出してね、えー、取れてから考えてみたいのかなという印象ですね。はいまあこれ 相手の注文かなっていうところでね打ちにくくなってしまったと思うんですけども、まあ、この場合素直に取っていくのがおすすめだったかなという印象ですねはい実戦はちょっとこう黒のね形が整って白がちょっとこうなんかね斜めのダメ詰まりの形ができたりというところになってしまったような印象ですねはい黒としてはなかなか立派な一気になったかなという印象ですねはいで白それから、えー、こちらの方防止しましてさあこの辺り非常に難しいところになってまいりましたけどもさあこの防止がね、まあ、この黒が またね、強いのか弱いのか、そこが問題ですね。この帽子というのは、この黒が強いと思えば、ちょっとやっぱり強い石に近づいてるかなという印象ですし、ここに打ったことで次何かね、この黒攻めれるんだぞっていう手が何かあれば、こういった手もね、なかなか有力になってくるのかなと思いますが、さあ、そうですね、これただね、なかなかそう、実践ね、手つけるのは結構難しいので、そうでしたね。なので、この辺ね、なかなか手がつかないなと思えば、あらかじめですね、私でしたら、 え何か右辺側の、ね、方に入っていくようになってね、狙ってみてもよかったのかなと思いますね。まあ例えばこの辺に入ってみて、えー、こんな風にですね、ちょっとこう右辺側を荒らす、えー、頑張りを見せてもいいのかなという感じもいたしますね。はい。えー、実戦の方行きましょう。実戦がこうなりまして、うん。で、ここで、えー、実戦このようなね、展開になって、うん。で、切っていったのもね、迫力あるんですが、なかなか黒のこの辺りの切り返しもねうまかったですね。はい。で、このように進行しまして、 うん、で実戦は真ん中をねちょっと白は取りに行きましたね。はいで黒もここでいってそろそろねちょっと怖いなということで守りましてで実戦このように進行していきましてはいでここ連絡してって。 というとこでですかねでこのままだとやはりちょっと白がね真ん中作りに行ったんですが前辺の方うまく黒に、えー、取られていったのかなということで、まあ、白もねそうここで、えー、ちょっと形成的に厳しいぞということでこの入ってた勝負手はね非常に素晴らしいですはいこのままねやっぱ右辺がちになってしまって大きいですからうん突入していきましたねはいで実戦このようになりまして えーまあ半分は取られたけどえー半分は生きたぞというところで白もねしっかりとこの辺のね勝負手は良かったんじゃないかなと思いますですけどもこの後ねえーちょっとね黒からもね厳しい狙いがありましてえーここね出てきましてねそう気がつけば 実はこの右辺のね赤辺から出てくるこの一団がね目がなくなってしまって、えー、まあ投了というところになりましたね。はい、はい、ということで今回はね両さんと一 s s の対局見させていただきましたまあ、非常にね、えー、楽しい一戦ね、えー、両者主張のある一戦そしてねよくできる定石なんかもねたくさんあったんでその後の変化なんかも含めてですね、えー、今回の動画で参考になる部分がね、えー、1つ、2つでもあれば非常に私としても嬉しく思いますということでね改めてねオンライン大会の方ねご参加いただきましてありがとうございます。また 次回に向けて日々のね、対局楽しみながらやっていただけたらと思います。はい、ということでじゃあ今回は以上にいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ね、いろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。